どうもタクタクです、久しぶりにマインクラフトやっていきましょう。ちょっと更新頻度が遅くて申し訳ございません。ということでね、やっていくわけなんですけども、ちょっとこのアングルだとやりにくいんで、まあ、オープニングもね撮り終わりましたしオープニング、ちょっと切り替えましょうか。今回はね、まあ、タイトル見ればわかると思うんですけども、ちょっと食料が不足しておりまして、一応ここでね鳥さんたちを囲って養鶏というんですかね、こういう感じでね養鶏も始めたんですけども、これがねあんまり効率が良くない。でかつ、まあ、ないないない、ちょっと待って、今いたいたいた、危ない危ない危ない、焼き鳥になるとこだったら、ちょっといきなりお前か、やめろ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 、ちょっとあんまりこの辺で爆破されたくないな。こっち来い、こっち来い、倒したい、なんだろう、ふん、おりゃオッケー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 、俺が今説明してるんだ。そう、あんまり効率が良くないので、なんだろうな、ちょっと畑を作りたいなと思いまして、どうしようかな。なんかね結構僕マインクラフトをやってきた中で、なんていうの、だんだん畑みたいなのを作るのが夢だったんですよね。でこの家と畑を兼ねるっていう、ちょっとよく言ってることがちょっとよく分かんないと思うんですけども、このなんつうの、この山を使ってなんか畑を作りますちょっと我ながら何を言ってるか分かりませんが、まあ、できてからのお楽しみかな。結構ね時間かかるので、動画外とかでもコツコツやろうかなと思ってて、ちょっと作ります。とにかく多分こっち側にブワーってこうブワーってなんかできると思います。よし、というわけでね、しばらくカットですね。はい、ということで、畑を作るのにねすごい時間がかかってしまいました。だいたい6時間、2日ぐらいに分けて頑張って作ったんですけども、さあご覧ください、その畑がこれです。ということではないです、こっちですね、ドン、これだ。わかんないよね絶対わかんないと思う、これだけじゃ。なのでちょっと一回寝ます夜になっちゃった、うん、ぐだってごめんなさい。あれなんですけど、ちょっと上から行った方がね、わかりやすいので、上に行きます。はい。あれは、何なんでしょうちょっとこれね、自信ある。俺、こういう畑が好きなんですよ。これなんだろう、あるのかな？俺、他のマイクラシリーズでもね、これ作ったんですけど、超巨大な畑の上、簡単にね、収穫できる装置を、作りました。それがこちらですね。どうだー、じゃーん、すごくないこれ。これど視点変えるか、視点変えた方が良さそうだな。三人称にしましょう。ほらこれすごくねこれ、これ下まで全部畑、ちょっと人参とね小麦しかありませんけども、ほら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 、これすごいでしょ。これをね作ってたんですね、6時間かけて。これ植えるのも大変だったんですよ。この作業をしながら種が全然ないから、最初にね見てもらったあそこで、小麦を栽培したりとかね、人参を栽培したりとかして、やってたわけなんですけど、これなんでこんな構造にしてるかというとですね、まあ、だんだん畑って最初言ってたかな、言ってたと思うんですけども、まあこういう風に山のとこにね畑を作るために考案された畑みたいなのが段々畑だと思うんですけど、マイクラは違ってて、これね上から水を流して一気にこうこの収穫物をポコ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 って取っていく仕組みで、落ちてきた水がちょうどこう7マスあるんですよ。水って7マスしか地面では動かないらしくて、7マスあってここには流れてこない、水はちょうどギリギリで止まって、ここにいっぱい作物がポコ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 って落ちてくる仕組みを作ったつもりです。はい、
なのでちょっと今日はそのね作物を、取って終われたらなと思います。はい、畑ってね水がないとできないんですけど、この今一番手前のここね、ここの下に実は水の水源が一つありまして、全部同じ構造になってるんだけど、それでこの4マス分畑がなんとかなってるという感じね。マイクラの畑の仕組みも難しいですよね。さあここに砂があるんですけど、砂をこれ取り除くと一気に水がジャーって流れます。ジャーって流れるんだけど、どこから流れてくるかというと、ちょうどこの上に水が貯水されてるんだけど、ちょっとこれ分かりにくいからね、一回登った方がいいですね。ちょっとブロックよいしょ、登りましょう。よいしょ、あ、登れないまだ登れない。よいしょ、ほらこういう感じで水が溜まっています。でこれ流すとブワーっていきますんで、あ、こっからいけるか、こっからちょっと流しましょうか。いくぞ、壊すぞ。よいしょ、はい。うわ、早く見たい。うおい、見て、ほら、どんどん流れていく。作物がポコポコ水流で取れていく。踊っているよ、野菜と野菜と小麦とかが踊っているよ。ちょっと先回りするか。急げ、水流より早く行け。急げ。ああ、早い、水流の方が早い。で、ほらいっぱい落ちてきてる、いっぱい、ほらすごい量降りてきた。で、これで全部かな。あ、途中取れちゃったからね、あれですけど。さ、どれぐらい収穫できたんでしょうか。いくぞ、うわ、一気にインベントリが埋まっていく。な、どんだけ、ほら、すごい量収穫できた。すごくないですか、この装置。これどうなんだろう、昔からこういう装置あるのかないのか分かりませんけど、ちょっとね、クタクさんが発見したみたいな感じになると嬉しいですけど、こういう装置をね、作るのが好きです。感想、好きです。でもちょっと待って、これ、なんか足りないな。よいしょ。なんか砂がどっかに引っかかってるんじゃない、これ。なんでだろう、なんか、本当は砂が、あれ4じゃないな。なんかどっかに引っかか、あ、こういう感じでちょっと物がどっかに引っかかっちゃいますね。もうちょっとここの壁を高くした方がいいのかもしれない。ほらなんか、あ、これもうちょっと壁をね、高くした方がいいですね、絶対。引っかかっちゃ、あ、つうか、え、なぜ今更流れてきた？何が起きてた？なんかいろいろ改良が必要なのかもしれない。まあ、なんつうの、こんな砂を いちいちね、仕掛けないで、もうなんか取れるようにもしたいし、なんだろうな、ちょっといろいろ反省点があるけど、ただ一気にやっぱね、こう、押し流せるっていうのはかなりの収穫、なんか取るのも結構大変なんですよね。いちいち収穫するのも大変なので、こういう装置が一つ、え、また、え、これバグじゃない、これ。砂何？この砂、追いかけろ！砂を追いかけろ！砂を追いかけろ、砂を。え、どこに引っかかってたの？それは。落ちた？え、ないよ！あれ？消える砂。これバグなんじゃないかな？消える砂が、目撃される。幽霊砂ですね。なんだ。とりあえずこの水を一回止めよう。あ、ほら、また来た！幽霊。幻の砂ですね。わあ。あ、こういう風に引っかかってるから、もう少し上げた方がいいかもしれない。天井というか、高さを。よいしょ。で、こういう、この壁のとこに水を張ってるんで、水が下に落ちていかないというような感じになってるんです。相手。で、ここを、まあちょっと今、砂が足りないけど、止めようかな。何かしらの方法で。この辺にサクッ。で、ここね、ハーフブロックを置いてるので、よいしょ。なんか、砂が浮いてるように見えるけど。あれ？砂4しかないのに6取ってるな。
なんだこれ、おかしい。あ、で水が一気に引いていくとこもちょっと見てみたい、見てみたい、見てみたい。ほら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 、水がまた引くと、ほらほらほら、待って待って、水に追いつくの結構大変だな。こういう感じで、よし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 、これでまた植え直せば OK って感じですね。こういう感じでね、シャ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 と。でこの植える作業だけはね、めんどくさいからやらない、めんどくさいけどやらなきゃいけないですけど、これも自動化できたらいいなって思うんだよな。まあ例えば村人さんとかをこの辺で雇うとかね、そんなことできるか分かりませんけど、ね、そういうのもちょっとやってみたいです。はいはい、ということで、だんだん畑自動ほ、収穫型畑を作ってきたわけなんですけども、まあ、鳥さんをね、この種今持ってますけど、この種で増やす目的もあって、こういう感じでね、たくさんのね畑作りました。まあ、これでねしばらくは食料には困らないと思いますので、もっといろんに、いろんにだってもっといろんな自由なことができるようになるのかなと思います。ということで今回は短めだったかな、短いだったかもしれませんけども、ご視聴いただきありがとうございます。まあやってる時間がすごく長かったんで、個人的にはすげえ時間前からやってたんだけど、動画の内容的にはすごい短くなっちゃいましたね。はいはい、というね、できるだけ長めの、動画とかもね考えていきたいと思います。というわけでご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。